なんか行っちまったぜって言われてる方がいますよ、もやさん。行っちまったぜ。ありがとうございます。行っちまったぜ。あれいいですね。身長何センチって。身長。177。2m30。164だ。え、ちっちゃくね？ポンさん164しかないの？ガチで？そう、そうだよ俺。195ぐらいあるかと思ってた。ねえ、俺も思った。195。あ、待った。ごめん。位置取りする。195かと思ったわ。じわじわ来るな。いや、もうちょっとでかいと思ってた。うん、いや165しかないです俺。へえ、これね、こういこう、普通に175とかだと思ってたパズさん。いやいや、そんなことないっすね。しゃあ、俺これ前言わなかったですっけ、もやさん聞いたことない。あ、待った待った、それだと上がる。そんなもん、横間上にしたほうがいい。横が上に上がってた、ね、上に薄めに上上がりで、上上がりでハートを取る感じで絶対配置で、そう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 、オッケーオッケーオッケー、完璧完璧、そこかーい。よーい、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス、SS、さっきと同じように SS でいいって、やります、やっとさん、待って、ちょっと待って、これゲージ戻せ、早く早く、え、待ってよ、ああ、ゲージ戻すって何？ゲージ戻せてるか、ゲージって何？ゲージないよ、ジライアゲージないでしょ、ほら、ゲージ…矢印が消えてるかどうか、あー、ゲージ…これ、いきますよ、危ねえ、これ、リヴァイアさん行きますね、行っちゃって、はい、お願いします、やる、あ、見て、クリティカル、わー、すごい、すごい。いや、何のキャラなんですかこれって。これブス、ブス、キャラクターブス。川勝手できるの？そう、川勝手。川勝手ね、ちょっと憧れたんだよね。可愛い、可愛いじゃない。そうね、カサボだもんね。カサボだから。カサカサするボイス。いや、面白いねえか。カサカサしてる。本当に。ちょっとまずいぞ。見せてやろうじゃねえか、見せてもらおうじゃねえか、俺の普通の攻撃、普通、普通すぎる。今回のあのパズさんの普通の10連って何だったんだろうって言いたかったんだよね。いや、ワンパンマンがあるじゃないですか、マジパンツ。いや、まあ、だけど多分それなんだ。そうそう、それ、そういうことか、それだよ、もうワンパンマンだよ。普通のパンツ、タタタタタタ、あれ曲ずるいよね、マツさんのテンション上がるもんね。は？なんで？こんな多段する？いや、めっちゃ減速した。マジか、うまくね、それすげえ。やるやる、今めっちゃ分業された隣。めっちゃそれすごすぎ。右左で右隙間のブロック入って反射になってガタガタガタっていく。そう、待って待って、右隙間でしょ、こういうことです。そうそう、右隙間にそのまま反射のまま入ると伸びる。はい、ドヤエクスカリバー、クリティコ、クリティコ、おいしい、クリティコ、クリティコ。ちょっと待てよ、俺場所良かったんだけどな。ハート取っとこっか、うん、その方が無難かな。ナイスショー、ナイスショー。真ん中行きますかね。はい、ちょっと難しいね、そこもね。まあ確かに多分入れない、無理ですかね、そこは入れない、ブロックがねらしいんだよな、そこはね。まあ入れたらいいかなぐらいな感じで打てばいいですよ、気楽に。本当ですか？はい。なんでいい？はい。あります。今日なんかパズさんにさ、壺とか売りつけられんじゃない？大丈夫かな？なるほど。早くさ。どうね。ちょっと待てよ。
オッケー、ナイス。これハート欲しいお年頃ですね。そうですよね。それ縦で取りに行ってもいいんじゃないですか。ハートちっちゃいハート2つ、うん、右にずれないの、打たなくても大丈夫、うん、打たなくてもまだ6体ありますんで、はい、オッケーオッケー、うん、まあ普通にバッハ処理いきますね、はい、ポチッと、あうん、ごめんなさい、おお、アウチ、マジか、弱点どこだ、真ん中だったらいけそうな気がする、そこかい、あ、俺じゃなかった、バッハ処理よね、そうですね、よ、おい、同じ場所で、あ、うん、やばいね、これちょっとやばいな、これ2ターン3つはやばいな、これもやさん打った方がいいかもしれないですね、ハートも出てないし、そういうことか、うん、OK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 
いいね。あ、これ勝てますんじゃね。来たんじゃね、俺。うん。耐えれ、耐え抜けば。待った、いい、右下。あ、右上じゃないですか。あの、杭を倒しながら、ここに入れたらいいから。難しい。ヘングレの位置をずらさない方がいいと思うから、バハは無視でもいいと思う、下手したら。無視でいい、うん、じゃあ横間プニ2体でいい。プニ2体だね。はい。よし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 。で、パズさんで。うわぁ、そこに来たか。きついね、これは。そっか、バハのか。バハの移動で移動するのか。きついね、これは。悲しか。バハ行きます。はい、さあ。そっか。アザス。はい。で、これちょっともうキングに当てましょう。キングの史上最強の一撃に。どうすんの？お、キンハがある。キンハ。ついていきましょうか、じゃあ。やれば。キンハがあるので、普通にバハ処理してもいいかもしれない。右上で。で、配置できるじゃないですか。何もいない状態になって。え、直で右上に。直で右上のバハで。そうしよう。うん。よっ、うわー、危ねえ、勝った、これも勝ったわ。で、もやさんが金歯を取りに行けば OK かな。簡単に言うんじゃねえよ。何を簡単に言うとんの。もやさんが金歯を取りに行けばいいから、そう、もやさん金歯取れば多分勝てる。うん、嘘だろ。取れる、嘘だろ。これはもうもやさんがハートを取るかどうかがかかる。確かに。もしくは左のブロック、すぐ左のブロックに当ててちっちゃいハートを1個取ってプヨ、右のプヨを処理していくぞ。下のうるせえ、金ハート取る。はい、うるせえ。待って、マジ無理なんだけどこれ。よし、右のプヨ、右のプヨ。なんだよそれ、これどうやってやる普通、あんな。いや、薄めでいこうかと思ったけど、プヨ2回触って減速で多分止まるなと思ったから、角度的に。じゃあ俺今からスーパーキングにさせますって。スーパーキングなってくれ。スーパーキング、これスーパーキングだ。ナイスキング。さあキング、超必殺技の時間だぜ。交わらざる死の死、今もたらされた刹那の奇跡、時をクライマックスブレイク。飛ばされた、また邪魔された。今のは待たなかった。あべべべべべ、角度つけすぎだ。ノークライマックス、ノークライマックス。オッケーですよ、残り2ターンだ。さっきも冷静性下手だったんだよな。残り2ターンだと、残り2ターンですよ。
これだいぶ与えないとまずいよね。上は反射挟まり、はい、よっしゃ、うまいすぎる。交わらざる修行する今もたらせない切断の時を経てここに融合さし未来への対応。俺じゃなかった。SS 戦艦で OK でしょ。え、縦でいいですよね。縦で OK ですよ。多分加速してるからいけるはず。OK。あぶねえ。あぶねえ。怖い。危ないんじゃ。さっき。危ないんじゃ。ほら。危ねえ。ありがとう。Yes。ありがとうございます。